はい、関口織城さんの昭和サイズが20センチです。お願いします。はい、ものすごくハイカラな昭和が出てきました。まあ、例年秋のそのシリコンテストの品評会の東海地区長でもあります近藤さん、そして第二長男の馬野さんなどお越しいただいておりますが、こういった声もですね時々入賞してきますのでね、チェックしておいていただきたいなと思います。今はですね墨が出てないからちょっと寂しいイメージありますが、非常に特徴的な、パターンの声です。ここに墨が乗り、ここに墨が乗りますと、これで昭和しっかり見れますのでね、これで十分になっております。逆に日が多いとですね重たくなることもありますので、その辺もご想像していただいてですねチェックしていただきたいと思います。両手に元黒などもありますと、その辺も写真なども見ていただいてですねご検討ください。はい、肌は良さそうな感じします。ついている紅もですね安定してますね。はい、こちらがさあこの墨どうなるでしょうか。お腹です。サイドアップします。割と幅のある鯉ですね。はい、いかがでしょうか。サイズの方が20センチです。ぜひよろしくお願いいたします。